皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタのヤリスをご紹介していきたいと思います。このお車は燃費といえばヤリスでしょというほど低燃費で有名なお車ですが、この燃費以外にも魅力を感じるアグレッシブな雰囲気、すごく気になりますよね。私自身今回初めてヤリスに乗らせていただいたんですが、これは正直もっと魅力を伝えないともったいないよと思うほどの素晴らしい作りになっているので、最後まで一緒にお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するモデルはハイブリッドの Z という最上級モデルとなります。全長3940mm、全幅1695mm、全高1500mm、燃費は WLTC モードで驚異のリッター 35.4kg です。今回のこのヤリス、エクステリアのコンセプトが B' ということで、ただ燃費にフォーカスしただけではなく、見ていてかっこよく、そして美しくスポーティー要素もしっかり感じる素晴らしい作りに仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この鋭い切れ長のヘッドライトに大型のブラックグリルといい、とてもスポーティーでかっこいい、そんなフロントマスクとなっています。このヘッドライト、私個人的にはハリアーやラブ4に似た力強いデザインだなと思っていて、コンパクトでありながらも大開口のグリルと相まってすごく存在感を感じます。またただ迫力を持たせただけじゃないのが今回のヤリスの魅力部分でもあって、ヘッドライト上部やグリル中央にはヤリスの Y を意識したグラフィックが隠されていたりと、こういう遊び心もしっかり取り入れた部分も相棒感がさらに感じ取れそうですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様となっています。またウインカーの点灯も存在感を放つデザインに仕上げられ、こういう点灯時の美しさもすごくポイントが高いですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、コンパクトボディでありながらたくましい力強さを感じる、そんなデザインとなっています。今回の車両は赤と黒のおしゃれなツートン仕様になっていて、ここのサテンメッキのアクセントやツヤありのドアミラー、大型のアルミホイールといい、この今にも走り出しそうな躍動感、これはすごく贅沢にまとまっていますよね。タイヤは16インチです。今回のホイールはオプションにはなるんですが、足回りがスポーティーに仕上がり、これはすごくかっこいいなと感じました。そして給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、フェンダーの張り出し具合、スポーティーなリアコンビネーションといい、こちらも躍動感を感じるかっこいいリアスタイルとなっています。個人的にはリアコンビネーションが GR86 っぽいかっこいい造形美や、ハリアーでもありましたがライトの上部を平面で表現するデザインなど、燃費以外にも見ていただきたい魅力がたっぷりで、本当これは贅沢に作られているなぁと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらも全てフル LED 仕様となっています。なんといっても灯火類が全て LED 仕様というのは魅力的ですし、全く妥協を感じない作りがさらに好印象に感じられますよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、今回のお車は合成皮革とツイード調ファブリックというオプション仕様の内装に仕上げられていて、通常は黒の上級ファブリック仕様なのですが、より明るくワンランク上の室内を味わいたいという方にはすごくおすすめの室内となっています。またこれから詳しくご紹介させていただきますが、最新の装備や優しさあふれる使い勝手の良い素晴らしい空間に仕上がっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずフロント中央には8インチのディスプレイオーディオが標準装備となっています。その下にはハザードボタンと、エアコンの吹き出し口、スマホ置きにもぴったりな小物置きがついています。さらにその下にはエアコンの操作パネルが備わり、
風量、温度調整ともにダイヤルで操作することができ、表示も大きく、これはすごく見やすいなと感じました。さらにその下には運転席助手席用のシートヒーターと、中央には USB が一口、その下には小物置きとアクセサリーソケットがついています。さらにここには本革巻きのシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。シフトはストレート式となっていて、あれ？ガソリン車だっけ？と思う方も多いかもしれませんが、やっぱりハイブリッド車でもこのタイプの方がしっくりくるという方も多いのかなと個人的には思ったりもしました。そしてその後方には自動駐車を支援してくれるアドバンストパークのスイッチ、ドライブモードの切り替えスイッチ、 EV のボタンが備わり、アドバンストパークはオプション扱いにはなってしまいますが、欲しい方には付けられる選択肢があるだけでもすごくありがたいですよね。そしてその隣にはなんと手動式のサイドブレーキが備わり、そろそろ電動パーキングブレーキも一般化してきたかなと思うところに、最上級でこの仕様なので、正直これは少しもったいない気持ちも感じてしまいました。というのもトヨタ車の電動パーキングブレーキはパーキングに入れると自動でサイドブレーキが入るという超優れもの設計なんですが、せっかくご縁があってトヨタ車を選んだのであれば、ぜひこの便利さを味わってほしいなと個人的には感じています。そしてここには縦型のドリンクホルダーとちょっとした小物置き、助手席前にもちょっとした収納スペースがついています。また助手席のシートにはこのようにバッグなどが落ちにくいガード機能が備わっていたり、ここの部分には傘を立てかけたりコンビニフック代わりに使えたりと、こういう機能面のある装備はすごくユニークながら個人的にはとてもいいなと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、合成皮革とファブリックで構成された贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、シート自体ゆっくり座れる設計なので、これはすごく快適です。またここにはイージーリターン機能というシートポジションを記憶してくれる機能も標準装備になっていて、記憶した位置からこのレバーで後ろまで下げ、また乗車した際にはこのレバーで前に戻すと、記憶したポジションでロックがかかるという仕組みとなっています。また機能面としてはお迎え照明というドアロックを解除した際にライトが光り、ここにいるよともてなしてくれる機能や、また夜間車から離れる際にランプスイッチのレバーを手前に引くと、ドアロック後も一定期間ロービームが点灯したままになり、暗い場所でも明るさを確保してくれたりと、こういう優しさあふれる機能が標準でつくのは本当素晴らしいなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、象形設計なのでとても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でオーディオやメーター内のディスプレイ操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは3つの液晶に分かれていて、しっかり区画されていて文字もくっきりと大きいので、情報が入りやすい印象です。またヘッドアップディスプレイはオプションで付けることもでき、運転席右側にはアドバンストパークとセットのパノラミックビューモニターのスイッチが備わり、こういう安全に配慮したハイテクな機能が付けられるという点では、やっぱり幅広い層の方に愛されているのが感じられる部分でもありますよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、グリップと一体型になったドアハンドルが採用されていて、このようにドアハンドルを持ったままドアを開け閉めすることができるという、そんな作りになっています。一体型になることでとっさの突風でもさっと握れるようにと、この形が採用されたそうで、こういう開発ストーリーを知れば知るほどすごく愛着も感じますよね。ドアを閉めた音は
このようになっています。足元には給油口を開けるレバーと、フロント上部には SOS のコールボタンも備わり、このボタンは事故や急病時はもちろんのこと、煽り運転にあっているその瞬間にも対応してくれるので、これは知っているだけでもすごく心強い装備ですよね。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、グローブボックスは車格相応のものがついています。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、こちらももちろん合成皮革とファブリックの贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間ともに程よくあり、思っていたよりも快適です。また助手席背面にはシートバックポケットがついている以外、特に装備はついていませんが、もともとこのお車は常に4人フル乗車で乗るようなお車ではないので、こういう後席に対する潔い割り切り感も個人的には悪くないのかなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで、コンパクトボディでは必要十分なほどの、そんな密室空間となっています。ここのボードはこのように折り目があるタイプになっていて、下にもちょっとした収納空間が備わっています。そしてさらに密室空間を広げたいときには、このように後席を畳むことでほぼフラットな空間を作ることもでき、またこのボードは1段下げることでさらに高さを確保することができたりと、オーナーさんの使い勝手がいいように調整できる点もとてもいいなと思いました。そしてここには 100V のコンセントも備わり、もしもの災害時にはガソリン満タンで5日分の電気が供給できるなど、万が一の備えにも本当あったら嬉しい装備ですよね。いかがでしたか？本日はトヨタのヤリスをご紹介させていただきましたが、このスポーツライクなエクステリアに燃費は驚異のリッター35キロと選ばれ続けているのも納得の素晴らしいお車でしたよね。手動のサイドブレーキなど少し気になる部分もありましたが、標準装備でフル LED のヘッドライトや大型のナビ、そしてシートヒーターもつくなど、追加装備をしなくても元々が豪華仕様というのはコスパ的にも非常にいいんじゃないかなというふうに感じました。実際にヤリスに乗られている方や試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひぜひコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと、動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。